とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、超高速攻撃の裏技。これに一番向いてる武器は何なのかっていうのを探っていきたいと思います。まず、この裏技のやり方。釣り竿を用意してください。釣り竿を連射コントローラーで振ると、こんな感じになります。で、ここに、武器を合わせて使うと、超高速攻撃が完成しますね。ただこの武器なんだけども、いくつか種類が決まってて、攻撃速度が速いやつ。それじゃないと、これがね、出ないんですよね。なので、ある程度の武器っていうのは決まってます。まあ、とりあえず、探っていきましょう。まず、一番最初に使っていく武器。まずこれからいこうか。シアーダガーだね。うん。一発のダメージが42万。うん。あ、今日使う武器は全部263で統一したいと思います。42万だね。ただ、攻撃速度は他のやつよりも速いと思うので、多分、サクッと倒せるんじゃないでしょうか。あ、でも42万だったら、そこまでいかんか。いきます。あ、遅い遅い。まあ、確かにね、速いよ。攻撃速度自体は速いんだけども、いや、これはいかん。うん、全然ダメージとしては、入らないんで、やっぱ一発一発が軽すぎると、ダメなんだな。はいはいはい。シアーダガーは、こんな感じ。ですね。次の装備行ってみましょうか。これはちょっとないな。それでは次はこの武器ですね。はい、フレイル。うん、一発は78万と、まあダガーの倍近くのダメージを入れることはできます。ただ攻撃速度はね、そんな速くないんだよね。これが高速でどれぐらいまで行くのか。いやー、変わんない。ダガーと変わんない。あー、やっぱ一発が重くなっても速度が落ちちゃうとこうなっちゃうか。あ、なるほどね。そうかそうか、これちょっと難しいぞ。ダガーと、ベース系はあまり変わりはない、みたいですね。ちょっとこれは使いにくいかなー。次はこの装備やってみましょう。ハイランドアックスだね。メイスと攻撃力自体は変わんないんだけども、どうでしょうか。フルスピードもそんなに変わりはないんだよね。いけ、変わらんな。うーん、今のところ特にどの装備がいいっていうやつはないね。ダガーとメイスと斧。うん、別にどれもどれだね。大した差はないように感じます。うん、じゃあ違う装備やってみようか。まだあるんでね、違う装備見てみましょう。次はこの装備ですね。名もなき刃。まあ攻撃力は若干下がるんだけども、攻撃速度自体は上がるので、どうでしょうかね。いけ。悪くはないかな。若干なりとも速くなった気はする。うん。あ、他の装備よりは、これは良さそう。名もなき刃。もう今の中では、これが、一番良さそうですね。まあ、そこまでめちゃくちゃ火力ありそうには見えはしないんだけども、まあ、今までの中だったら一番マシな気がする。さあ次はこの武器ですね。懐かしいな。マウラーズです。一発のダメージはものすごく低いんだけども、どうだ？拳の本気を見せてみろ。いや、弱っ！弱っ！
ちょっと待って。ダガーよりも弱いかも。あ、拳がね、ダメ。全然向いてない。うん。拳はダメだな。それが一発で分かった。拳ダメ。それではラスト。この武器ですね。一番の大注目。看守の祭祀。いきます。攻撃力は、まあ、どの武器よりも強いね。うん。もともと大振りのやつなんだけども、まあ一発目入るダメージが早いので、これもね、使えるんだよね。では、行ってみましょう。多分俺はこれが一番強いんじゃないかなと思うんだよね。行け。目に見えて違う。やっぱ一発が100万近いダメージ出せるので、ガーって減らせるよ。なるほどね。でもやっぱりね、俺はね、このね、監修よりも、フロストサイスの方が好きなんだな。おー、落ちちゃった。落ちちゃった。フロストサイスの方が好きなんだよね。危ない、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 危ない。こいつ、離れるとちょっとやりにくくなるんだ。じゃ、はい、それでは今日の結果発表です。もうダントツで、サイスが強い。監視のサイス、フロストサイス。これがね、絶対おすすめです。で、もしくは、これ。名もなき刃か、踊り子の剣。この二つだね。この二種類以外は、あんまり良くなかったです。それともう一つ。これね、攻撃力よりも、エンチャントが重要。エンチャが重要です。で、特に、マッチするのが、衝撃波と旋風。だね。うん。で、衝撃波と旋風は攻撃の最後に出るのよ。コンボの一番最後に出るので、コンボが長めのやつ。メイスとか、あとダガー系もだね。長いやつは、出ません。衝撃波とか旋風が。なので、そのことも考えても、やっぱりこのカトラス系の名もなき刃、踊り子の剣、あとサイス系っていうのは強いね。コンボの最後が、2コンボ目なので、衝撃波とかね、そういうのが必ず出るのよ。でもこの衝撃波のダメージ、旋風のダメージっていうのがかなりでかくなってくるので、おすすめはやっぱりサイスもしくは名もなき刃。踊り子の剣。このあたりに、衝撃波と旋風。この二つをつけることをおすすめします。で、もう一つのエンチャントは、まあ、サイス系だったらば、流れ込む魂。これ絶対いる。流れ込む魂。で、この片手剣の方だったらば、まあ、回復を入れてもいいかな。輝き。まあ、6% 吸収の防具を使うのであれば、クリティカル。とか、雷だね。そのあたりが向いてると思います。あ、あれだ。武器の闘志の締め具。あれに向いてるエンチャントが、そのまんま向いてると思います。うん。そうだね。これ武器を闘志の締め具化する、裏技だと思って大丈夫です。うん。で、一番のおすすめは、サイス。です。で、サイスがちょっと嫌だなっていう人は、名もなき刃、もしくは、踊り子の剣。その辺で戦うと、良さそうです。で、つけるエンチャントは、衝撃波、そして旋風、だね。それをつけるようにしてみてください。で、キノコは必要ないです。キノコなしで、釣り竿だけでいけるので。これはすごくおすすめです。カバンビルドでもいいよね。アーティファクトの構成は、この感じだね。羽、釣り竿、エレメントのカバン。かな？それでいいと思います。これはかなり、使えると思うので、まあ、俺も今後ね、これを強化できるような武器、それをね、探しながらやっていきたいと思います。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。